気分いいですわ今日先輩に褒めてもらえるって普段、お疲れ様です。以上でございます。いや昨日ですね、ちょっととあるイベントといいますか、お茶の水大楽器祭り行ってきたんですけど、今回はね、山口さんのチャンネルの配信で俺とケリーさんが出て、なんかこうギター、私はケーズのこのケーズギターの紹介だったり、ケリーさんもレッドハウスを紹介したり、あとはなんかおのおの好きなやつをこう会場でピックアップして紹介するみたいな企画だったんですけど、ケリーさんとはなんかそう、こういう仕事みたいなのは初めてかもしれないですね。まあいろいろなんかこう話したりもしましたし、なんか弾いてる内容とかそれ見て改めて、わあなんかすごいなとか、こういうの考えてやってるんだなとかっていうのがめちゃくちゃ勉強になりましたし、なんかこう配信中にですね、まあほとんどアドリブでなんかやった部分が多いんですけど、なんかセッション入ってます。ジェットトゥジェットのあの一部分を一緒にやったりとか、その後なんかこう俺のチャンネル用に山口さんとケリーさんと俺とで喋ってるやつをね撮りましたんで、そちらもちょっと見ていただいて、ちょっとね挨拶しておりますこれと今も撮ってる、もう撮ってるんですよ、回ってるどうもどうもお疲れ様です。お疲れ様でした。いやもうね凄まじい、いやでもほんま今日ね一緒にできてね、まあまあもういずれするかとは思ってたんだけど、いつなのかなと思って待ってくれてましたよ。僕に気を使ってるな、もう。いやいやいや、ほんまは先輩いろんな方会いたいし、もちろんそのケリーさんも、いやその先輩当たっていくならケリーさんがもう絶対最初やと思ってたんで、今日お会いできて一緒にできたということは、これどんどん先輩に会っていけっていう、そうですよ、なんか蓋が開いたんじゃないかなと思いました ね、 ね、黒沢さんに感謝ですね。感謝です、本当に山口さんにも感謝です ね、 ね、一本買わないあかんじゃないですか。いや、まさかね、そこに行きつつ買おうと思いますそのためにもね、ちょっと YouTube ね、これも皮切り、ね、いやいや、本当に、あのいろんな楽器店の、やっぱ僕共通のあるので、そうですね、そうですよ、そうですよ、さんの話はやっぱりよく聞いていて、うんうん、彼も頑張ってますから応援してるんですよって話は僕は聞いてるね。いろいろ楽器店さんにお世話になってる3人ですからね。確かに、はいはいはい、そういうとこはありがたいですよね、うん、ありがたいです、本当に。もうでも僕はもうケリーさんのね後ろこう行ってるだけなんで、ね、すこんな謙虚な西尾さんいやいつも謙虚ですよ俺でもほんまに俺そのなんか動画用に言うんじゃなくて、多分俺らっていうか俺がやってるようなことって、もうケリーさんが実はもう最初からメールあって、まあね、そのなんか YouTube でこう宣伝するのはもしかしたらケリーさんのその、うん、ね、やってた時代にはなかったのかもしれないですけど、うん、結局セミナーしたりライブしたりとかはもうやられてることだったんで、うんうんうん、それはなんかすげえ、なんか改めて専門学校時代もそういう活動をされてましたもんね。はい、もう僕はもうやっぱり早かったですよね、プロキャリアを結構早めに一旦やめたので、うん、やっぱその自分がやってるハードロックヘビーメタルっていうのがやっぱり日本ではなかなか、うん、いわゆるストレート、はい、自分が本当に目指している、はい、あの洋楽的なスタイルっていうのを、まあ、認めてもらうには相当このよっぽどのパラダイムシフトがないと、そうですね、で一人だとやっぱ無理だと、そのやっぱ層が薄いっていうのを明らかに感じたんで、そういう子たちを育てなきゃと思って先生にシフトして、あとはやっぱりほらあのライブが得意な子と、はい、そういういわゆるちょっとこうライブじゃないところで得意な子、はい、すごく乖離があるような感じ、そうですね、やっぱりライブってね皆さん分かる通り、
あの見に来てる人ってそんなに細かいこと分からないから、うんうん、確かに、はい、僕らがやっちゃったなんていうのは良かったよって言われることそうですねそれありますよね。ただ配信とかあの YouTube だとなかなか辛辣なコメントもあるわけじゃないですか、うん、そこ見るのみたいな。ああね、もうね確かに、うん、テンション感が違いますから見てる時のね。だから両方っていうのがうまくみんななんかこうハイブリッドで確かにあの育ってくれないかなと思うんですよ、うん、僕らの早引きの学校をあえて選んだので、うんうんうん、ちょっとメンタルを、うん、感性を鍛えてもらう。そうですね、でも本当にお二人は、はい、ライブも、はい、そういう YouTube とか SNS の発信も、はい、ハイブリッドに。でも彼はだから最初こう YouTube 頑張ってて、はい、あのその視聴者とか再生数とか人気が出てきてるなっていうところからちゃんとライブを始めた感じだって上手だなと思いました。やっぱり ね、やっぱりその難しいんですよ実際ね。うん、で YouTube でとても人気があっても、うん、実際にやっぱ足を運ばせるっていうのが一番難しいですよね。西尾さんそこがすごいなと思って、うん、あの今ね今ちょうどいい感じ。気分いいですわ今日先輩に褒めてもらえるって、はい、普段やっぱね、うん、確かにおっしゃられてなかなかその大変さとか伝わらないんですけど、うん、ですよ山口さんとか結構そういうの褒めてくれたりとか。あ、もう、もうすごい。それってなんかもうアウトビ言ってますよ。アウトビ言ってるほんまそうなんですよ。だからなんかこう我々後輩にとっては先を行くなんかこうなんつうでしょうね、道をこう示してくれる、まあ、先輩っていうか、まあ、先生でもあり先輩でもありみたいな。そう、なんかそういう話をねめちゃくちゃしまして、いやもう自分としてはなんかほんまに、あーなんかこういう風にやっていかないといけないこういう風にっていうか、なんか、まあ、自分なりのなんて言うんでしょう、こう、まあ、自分なりのこう解釈の上でこういう風に活動していこうっていうのがすごいなんか見えた一日でもありましてね。これからどうやっていくかみたいなのを山口さんとケイリーさんと3人で話せたことがめちゃくちゃ良かったですね。みんなやっぱこういろいろ考えながら、うん、あの外から見てる感じとこう中にいる感じで全然違うんで、なんかみんなこうこういう風にやっていこうとかっていうのが聞けてすごい勉強になりましたし、まあ、自分もやっぱ立ち位置っていうか自分はどうなりたいとかそういうのをこう持ってね今後活動していかんとダメやなと思いましたんで、いや持ってるは持ってるんですけど、なんかさらにねこうだっていうのをね気づけた一日でもありましたね。いやもう本当にね今回のイベントを企画してくれた皆様には大変感謝しております。まあ貢献できるようにね頑張っていきますんで今後もねよろしくお願いします。あらしたー。